やるか。レベルをかなり上げました。これが、まあ、前の状態。そして、そこからの、これよ。まあ、いっかと思って、やってしまった。もういいでしょ。いけるよね。ライフレーフ、あ、これもしかして、あれかな。まあ、いいや。まあ、これもちょっと、まあ、後々使っていくとしようか。で、今日で終わらせるぞ。今日リザ編終わらせるからな、今日ね。今日はなかなかいい感じの、もうちょっと最終決戦にはちょうどいい日なんじゃないか。てんてんてん。こいつらね、まあ、レベル上げしてたのよ。まあ、レベル上げしてたんだけど、あいつらは、たまになんかね、自爆してくるの。自爆してきて、こっちら合ってる、まあ、自爆してきて、なんかちょっとなんかね、まあいいや、なんとも言えない。お、あの星が俺たちの星なのか。そうに違いない。あの綺麗なのに破滅しようとするなんて許せない。なに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 、あ、なんかいる。生命体の存在確認。これがソドムに違いない。ソドム。すげえ。こいつ破壊すれば4000年ごとの破壊なんかなくなる。第二の種族。第三、第五種族。判断不可能。生命体を除去します。やる気満々じゃねえかよ。やらせないよ。何か吹き飛ばされる。なんかソーラーパネルみたいなのがなんかあれだな。ドアー、吹っ飛ばされたぞ。いて、なんで今の光は。あいつがソドムなのか。破滅の光を放つってメイホンが言ったんじゃないか。あれがソドム違いねえ。近づくこともできん。どうすればいい。もしかするとこの地球のどっかからあの光のエネルギーが送られているかもしれない。エネルギーの元を止めなきゃいけないな。あたいたちの星を狙ってるのかもしれないわ。ああ、わかった。スイッチ、確かに。あのスイッチ、あのスイッチってあれか、入り口に。わかった、入り口にとっか、スイッチあったよね。そう、で、こいつらが、まあ、あんまりおすすめはしない。戦うのに。何もしてこないか、なんかこいつらばっかりだ。自爆して、誰かしら殺しにかかってくるか、どっちかだから。でも、その代わり、うまく、運よく倒せれば、まあ、1800くらいだったかな、経験してくれるんだけど、全員倒せれば。でも結構ね、それでもきついんだよね、倒すの。あ、こいつがおすすめ。で、こいつをね、あ、ちょっとカーモム、これでやったかな、カーモムに。で、これで永遠にずっとやって、倒した。あいつが一番、まあ、稼げば、かもしれない。あ、ってかな、違くね、ここ。ミラージュ。何、ミラージュって。ミラージュ。これか、あー、ロミオ。微妙だな。いいや。ロミオか。てか、ロミオとジレット。でも、せっかくだから、それで固めたいよね。何これ、行くたびになんか場所変わんのか。行く、あ、スイッチこれじゃん。これか、じゃあ。あ、こいつはね、こいつ全然経験値くれんの。こいつなんかもう2、300くらいとか、300も行ってなかったかな、確か。オフにしてください。え、1、2オフにしてください。オフ ?1、2ってあれ一番最初のとこ、あのあれか、両端のとこか。ちょっとこれでしょ、これ1。オフ、オフになったね。オッケーオッケー。オフになった。あとこれでしょ、オフに。したよ。で、これどうすんの、もう一回行けばいい。ああ、で、こいつはね、こいつは結構、まあ、そこそこに。700、800くらい経験してくれたかな。で、そんな強くもないし。まあ、おすすめっちゃおすすめ。で、さっきのその魔法使いが、魔法使いっぽいな、敵が。あいつね、でも結構ね、すごいしぶといんだよ。全員、闇の、なんだ、魔法使っても、これ使っても、なんだろう。まあ、それでも、全員使っても、それでも2ターンかかる。殺すのに。まあ、だから相当。何ここ。まあ、どんどん、わけのわかんねえ、とこに。何ここ。あ、なんかいる。こんにちは。侵入者発見、処置します。あ、そう。てけ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 、そんな強くないべ。全員殴れていいや。ピグベア。ジュレット。ベーン。お、強え。バベルバルカン。71。全然強くねえな。もういけるな。俺たちはもうこれで攻めていくぜ。あれか、じゃあキング、使っちゃうか。使ってもいいかもね。あれ、キング。あの、これ倒せんじゃん、もう。ピーロー、ピーロー、ピーロー。ほらほら、その程度か、貴様ら。はぁ。ジュレット。これ便利だな、これ。この武器。とてつもなく便利。バイバーイ。これがそのソーラーシステムみたいな感じ？緊急停止スイッチオン、エネルギータンク作動でします。よーし、これであれだ。
お、すごい、下がった。これで、うん、寒くなってきた。何それ、寒くなってきたって。あ、ここで何、温めてくれたってこと。下手したらこう爆発するんじゃね、この基地。爆発するっていうか、もう機能停止して、なんかもうやばくなんじゃないの。さあさあさあ、じゃあこれ戻ったらあれか。これでじゃあ一回復して、でこれか、でーん、これで OK。 よーし、そう、じゃあもうこれ多分、まあ、ラスボスだと思うんだけどね、おそらく。あれ、あー、分かった分かった、あれだ。あーね、多分ね、あれスイッ、あー、そうだ、やっぱそうだ、あれね、オンにしなきゃダメなんだ。もう一回あれ、あのスイッチを、ドゥ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 、まあ、やらなきゃダメと。これオンで、これもオンにすると、これでいけるようになったんじゃないかな。緊張してきたな。ちょっとね、緊張してきたよ。まあ、多分この曲あれだよね、シオン編のさ、ラストで流れてたもんね。あのゴモラと戦う前のあの変な謎の場所でさ。でも一応現時点の、まあ、装備、なんとね、ちょっとランクを下げて、属性をちょっと多めにつけた。で、水、風、火。で、ロミオにして、そう、水、雷、インか。こいつの場合は。で、まあ、ピピンはもう多分ね、この人さん多分まあ、効かないと思うから、あんまりね、この人はちょっと補助系優先にしていこうと思う。で、マリーナどうしよっかな。マリーナもどっちか下げるか。いや、下げるか、じゃあ。やめとこう。で、これで、どっちがいいかな。これだったらまあ、高い方でいくか、じゃあ。うん、こうしよう。で、下げる。で、リザだけ前にする。で、これで、行くか。来た、やばい。エネルギータンク停止により出力ターン。おい、今のうちじゃん。弱ってる。今度吹き飛ばされないぞ。行くぜ、サトム。これが最後の戦いだ。お目がしきるな。この曲か。これはあれだよね。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ああ、懐かしいね、これ。あの死闘、あの激闘を思い出すね、これ。かっけえな。さあ、どうする？まずな、じゃあ、バイキルと、フバーハー。でーん、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 でーん。いや、この曲ね、いいね。やっぱこれラスボスだな。ラスボスだね、これ。フバーハーでいっか、じゃあ、とりあえず。まあ、とりあえずリザーを中心に。うん。全然食らわねえ。マジか。全然食らねえぞ。ダメだ。指すく。まあまあ、まあ最初だから。マジか、どうしよう。じゃ、金、これ無難にこれでいってみる。いや、ちょっとまあ、ガーライル、あー、そっか、ガーライルじゃん。風か、ガーライル風だったよね、今ね。で、まあ、ギガ女神使って、あ、いや、まあ、ベホマーラでもいけるか。あー、機械だからね、風かな。え、風、あ、風があるか、ガレルか。じゃあ、雷行ってみる。まずちょっと確かめないとね。ベホマラー、ギガルドラ。さあ、どうだ。190か、ロミオ。どう ?111、ギガデン。硬いな、大玉。硬い。ててー。で、あのジュリエットが火でしょ。火があんま効かないってことだよね、したらね。じゃあ、インコン液どう。そうだなぁ。まあ、これでやりつつ。まいったね。じゃあ、これ使ってみる。弱点が上がらんな。ベーン。見つめる視線。200じゃん。これが一番あれかな。ペディムヌ。わあ、見えておきた。これは食らうんじゃないか。うわ、やっぱ食らうね。やってくれるね。これは？今のところ有力候補どれだったっけ？まあ、あれか、あれがあれなのか。で、それで行く？その戦法？カモムに？カモムにで行っちゃう？じゃあ、ギガメガメよろしく。全員これか。全員これ！なんかちょっと味気ねえな。ずっとそれで攻め続けんの？
川守が一番あれだもんな、一番のなんか無難な。うん、はあ、で、ガーラエルだけじゃちょっとあのバイキルドで鍛えるかじゃ。お、やるじゃん。水か、こいつ 水使ってくるね。じゃちょうどよかったな、水のあれがあって。でここでバイキルド、あー、じゃあそうね、じゃあここでちょっともう一回かけて、ほい、よろしく。そう、レーザーの攻撃あんま効かないのか。水だから、あ、てか水、こいつの属性水ってことかな。したら火が効くんじゃないの。したらてげてってねてててててて。いやでもこれ全然まだあれだよね、これ結構長期戦になりそうな予感するんだよね。でもゴモラみたいに呼んでこないよな、火効かないの本当に。ちょっとやってみたいな。ワギャン使っていい？ちょっと一回使わせてもらうわ。でまあ一応ギガ女神でワギャン使ってカーモムに、まあ一応これでいってみるか。じゃあトゥトゥトゥルルルル。まあこの曲だから確実にもラスボス戦だね。いいかワギャン、いってちょうだい。あ、食らうじゃん。食らうけど、うんって感じだな。うんって感じだね。ベーン。え、ちょっともう一回殴ってよ。あ、もう薬草でもいいんじゃないかな。ちょっとまだもったいねえな。ちょっと地味な、なんだこれ、鍛えすぎたか。鍛えすぎてもちょっと違うよな。ちょっと地味な、地味なバトルになりそうだな。いやー、まあそう思わせといてからで、あ、そんな強くねえなみたいな。ゴムラ超強かったもんね。ゴムラめちゃくちゃ強かったもん。あいつはすげえ強かったから、だから絶対こいつもなんかやってくるはずなんだ俺の。そうトゥ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 。ほらほら、ギガ女神見つめる視線、ゴモラの遺産だぜこれは。俺たちがあのバトルから勝ち取ったルクフルスターを来たぞ。99トゥトゥトゥ。もう弱っていいよお前は。もうそろそろこのバトルもじゃあおしまいにするか。じゃあトゥ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 。あー、どうしよう。じゃあギガ使って、ギガ使えるからで、そこでホールンの水を、いや押し水いっか。今んとこ余裕ありありだな。レベル上げすぎたっていう、そういうレベルでも上げてもな、そんな変わったか。でもまあでもあのゴモラがさ、いろいろやってきたじゃん、あいつなんかさ、変な後半な、変なドラゴン出してきたりとかさ、あれね、絶対ね、そういう類のことやってくんだよこいつは、間違いない。だそこをちょっとあの、だそれで一気にもう大ピンチに陥るってこともあるか ら, だからそこはちょっとね、かなり気をつけていかなきゃならない。まあ、その状態に早く行くために、早くこの状態も脱しなければな。早く終わらせてよ、終わらせてとかも早くある、次の段階で来てよ。ほらほら、お金なんかないかな、いい攻撃方法。カーモムニと、まあ、ロミオは MP 消費しないからな、まあ、確実にちゃ確実だけど、毎ターンこれでも500ぐらいダメージ与えてるってことでしょ。でこれが強いんだよね、ペディムの。俺もちょっとそれ欲しいな、今度くれよ、もらっていくね。シルバード使ってみる。いやシルバードもう効かないよね。でちょっと使ってみるか。じゃあギガ女神、ちょっともうちょっとあれだな、バインクロスとかさ、まあ、グランセラン使うじゃん。たまにちょっと他の魔法も使ってみるか。いやこいつこの長期戦なんじゃないか。それでこっちのさ、なんかやあのなんつうの、お、クロージョ、ほらほら、こっちの MP 切れを狙ってくるっていう、なんかそういうあれじゃないか。そこうまく やりくりしていかなきゃダメだね。シルバード食らうね、
死ぬこと結構あれだな。でもまあでもまあ食らうけどって感じじゃない。こっちの方がでもまだえその周辺のピンに対するダメージはあっちの方がいいよな絶対な。他なんかある？ないっしょ。で君はじゃあこれを使いたまえ。シルバード使っとくか。シルバード使いの、ああもうないね。見事にないね。殴りの方が良かったのかな。いやでも殴りそんな食らないもんね。こいつ結構か、結構硬いよな。さあどうする。まあまあ殴っていくか。で、ああマジか。じゃあここはホロの目使っとく。使って敵画面をいくか。こっちの AP 切れを狙ってる、狙う作戦かもしれんな。でそれでこっちのアイテム切れを狙うあれだな。3段できてるかもしれん。これ絶対長期戦になるもん。これ減らしたらもう20分、2、30分ぐらいかかるかもしれん。なるべくガーライルはなんつうの、まあちょっと温存していかなきゃいけないな。一回も回復しなくても、この後も回復しなくてもいいんじゃないかな。回復しないでまあちょっとなんかもうちょっともうギリ、まあアニムスがあるからね。アニムスだっけ、まあ、あれがあるから、まあそれでちょっとギリギリのとこまで攻めて、まあ、これもそんな食らわないで、まあ、140いくけど、まあ、死にゃしないでしょ。ほらで1人ギガ女神使って、まあそれでいこうぜ。じゃあまあ連発で連チャンで使われたらちょっときついけどね。それはやだけどな。見つめる視線、あなたを見つめる視線貫いて。頭でけえのこいつ、頭でかすぎだろ。ういで、それで次、140でしょ？あれ食らったとしても。まあ、リーザ生き残るよね。まあ、生き残るな、これは。で、これちょっとね、でこうやって油断させといてだよ、こうやって。まあまあ、大丈夫でしょ、みたいな。で、大丈夫でしょ、みたいな。絶対そこであれだから、これ。絶対なんかやってるから。もう分かってるからな。こいつのやることはもうすべてお見通しだよ。あれ、もう嘘でしょ？ほら、来た、やばいよ。ほら、来たー。これやばいかもしれん。おぉ、まあまあこれはまあ序の癖でしょ。ちょっとちょっとしたの脅しみたいなもんだろ。じゃあガーライルちょっとあれ使ってくれよ。じゃあこれ、うん、まあじゃあベホマラも使っとくか。じゃあ一応これでまあ完全回復ができるぞ。ベホマラーカモムに行って、私のこの熱い視線あなたをぶち抜いて、俺の星であなたの心も回復したい。ギガ女神ビラペニヌ、ビラペニヌ、ちょいに言いにきいな。よーし、あとちょっとだな。みんな準備できたかな。お前ら、俺たちはもうこれでこの戦いに勝つぞ。俺は勝たなければならん。カモムニ、俺の視線をくれ。カモムニ、ほらほら、すっげえ地味な戦いだなこれ。キングコスト、キング来たよ。やばい、これはやばいぞ。そこでゆっくり来るってのがちょっとあれだ。おお、あこれ水つけてよかったんじゃないの。これ水つけてなかったらさ、多分180ぐらい食らったんじゃね。食らったかもしれん。それはありえる、十分ありえるわ。よかったね、ちょうどよかったわ。おかげさまであれだな、ちょ対策があれだな、よかったね。俺の勘が、勘というか、まあ、適当にボンボンつけただけだけど、ね、やっぱ属性、ラスボさんも属性だからな。属性で攻めると。ほら、もうそろそろもう観念しなさい、もう。どうしようかな。じゃあギガいっちゃう？おいしい水。じゃあ、もう全部使っていくか、じゃあ。おい。このターンは回復に使うと。俺の水よ、食いすく。
これは何属性だろう。これひ、これはあれかな、白、白じゃねえや、あれか、明るい属性か。どうしようかな、まあ、流れでいいか。カーモムに敵が、さあこの戦いも終わらせようぜ。私のギガ女神よ、ルクフルスタ。こいつ最後にすげえ攻撃やってきそうだな、こいつな。だからこれ本来であれば多分150ぐらい食らってる。だ、運が良かったね、完全に運が良かった。お、今回俺の運がお前のその実力をに勝ってしまったよな。あだよ、ドメル決めちゃう。君こそ来た。トゥ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 、これも食らわねえもん。本来まあ相当ダメージ食らっただろうけど。トゥ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 、この曲も結構なんかあれだよね、上がるっつうか結構やる気になるよな。ああ、もう倒して、もうそろそろいいでしょう。もうそろそろ俺はね、終わらせたいこの戦いも。でで、ほらー、早く倒れなさい。もうこのゴモラの遺産でギガメガメ。ほらほら、カモムに強えな、すげえ言いにくいけど。クイスク痛い。ほらもう倒れて、早く倒れて。もう上がったからもう、もう第二形態とか来ないでね、もう頼むから。トゥ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 、ビラペニム、ビラペミ、これ超いい逃げ、ビラペミム。どういうあれだ言って。そう、渋ってえな。渋ってえにも程があるぞ。見つめる視線。カモムに、あなたを見つめるわ。デブの薬草。長えこのバトル長えぞ、長すぎだろ。ガレルためにちょっとお前魔法使うか。ちょっとあ、使えねえ。くそー、ほらもうホルン切れてるもんね。これが狙いなんだやつ。ここでこいつがなんか回復魔法とか使ったらもうおしまいだよね。もうなんか1万もう9000ぐらいも回復したらもう完全におしまいだよ。いけ、このバトルも相当やべえことになる。それそういう戦いだったらどうする。それが試されてる戦いだったら、こちらのそのなんかもうアイテムのうまい使い方をそうやってなんか やるちょっとあれだったら結構やべえな。でもこいつ黒幕じゃないよね。こいつは全然黒幕じゃないよね。こいつはただ単にあれだよね。なんつうの、まあ、その人類っていうかさ、人類をまあその消滅させようとし、消滅させるっていうのはそれだけのまあ機械だよね。だからこれを作ったやつがいるってことな、別にな。じゃあカーモムに、じゃあギガカーモム。メーファーも怪しいけどね。メーファーすげえ怪しい。あいつはすごい怪しい。すごい。あと怪しいのはね、まあどうなんだろうな。あ、ゴモラやられちゃったしな、倒したしな。さらに上のあれがいるか。ふい。しかし、しぶといね、この人。とてつもなくしぶてえぞ。
もう結構ダメージ与えたんじゃん。もう1万近くはいったべ。お、いったいったんじゃね。やったやった、これやっといったか。第2形態くんだよ。あー、レベル上がんなかった。リーザいった、おしまい、無事だったのね。炎が多いじゃねえか。星に帰りましょう。帰ろう、俺たちの美しい星に。あ、そうね、メーファに会いに行かなきゃね。何、行こうぜ。なんか気になることでもあんのか。怖え、この曲。素晴らしい戦闘能力が、こいつ頭おかしいもんな、こいつな。人間族だけだけど古い種族にも高い能力が備わっていた。これでミトラを倒すことができるかもしれない。ミトラ、あー、ミトラ、あな、なんかミトラって言ったっけ。あれ、こいつをなんか倒せって言ったんだっけ。あなたたちの星の種族の交代を止めればできるでしょう。ミトラって一体何なの。あなたたちは星の創造主。ミトラ、ソドモ、そしてメフィア、どんな関係がある。あなたたちの星の古い種族を消去する装置、ミトラ。ソドモを破壊してもミトラを倒せない限りソドモを作ってしまう。ミトラの手下なのか。ミトラ再造ハウゼ、そして私は太古に強大な敵と戦った仲間。はあ、仲間だったならなんでミトラのバカげたことを止めなかったんだよ。この聖域では最強の生物。この聖域、このミトラを倒すためにはジェイドの力が必要。ジェイドを持つ者にしかルートに会うことはできない。そうだね、どうすればいいんだ。待つのです。あー、全員集合すんの。じゃあまもなくここにやってくるでしょう。4つのジェイドの力が合わせればミトラを倒すことができるかもしれない。シオン、デューン、サーレント、あの人たちが。彼らの乗り物はこの基地の左側に到着するはず。あなたたちの星に帰りたいならこの像の足元の右の、あ、もう帰りてえ。あなた、あ、ダナの予言書第4章。すべての生命が滅亡の使者を迎えるとき、偉大な勇者はまた現れる。何時滅亡の使者を打ち倒す者にあらず、自然の主となり救い恵みを与える者。救世主とは全てを超えた次元で星の生命を救う者で、その体に光る印を宿す。選ばれし者の一人としてこの世に生を受ける。リーザか。終わっちゃった。全然まだ続くって感じだね。ああ、じゃあまあ残るは一人、いや二人か。まあ、全然終わんないもんね。全然話終わってねえもんな。リザ、あ、リザがあれ、どうしよう。まあ、リザ最後にすべきだったのかね。まあいっか。まあそこら辺はまあそういうもんだよ。じゃあサーレント、次やってきます。セクソーチン、アンシー。